こんにちは、りょうこばあばです。今回は秋の栗の栗棒を編みたいと思います。こんな形にね、できるので可愛くねしようと思います。糸はですね、ピッコロという浜中さんのねピッコロという糸ですね、2色を使って編んでいこうと思います。まずですね、鎖編みを9目1、2、3、4、5、6、7、8、9目、9目編んで、1目は立ち上がりですね。そしたら細編みを8目編みます。2、3、4、5、6、7、8、そしたら端っこの目なのでもう2回ですね、細編みを入れて端の目を3目にします。そしたらまた隣の目を1、2、3、4、5、6、たら端の目になるので、最初1目細編みをしているのであと2回ですね、細編みを 端の目に細編みを2目入れます。楕円の編み方ですね。で、最初の細編みに引き抜きますね。これで1段目ができました。この図のようになりますね。目数が18目になりますね、全部で。18目になって、次2段目を編みますね。2段目は、24目、で端の目編み始めに2目増やし目してから、細編みを6目、1、2、3、4、5、6目、で端の目3目を、増やし目して6目にしますね。端の目3目を1目に2目ずつ増やしていきます。ここで端の目が6目になりました。そしたらまた細編みを6目、1、2、3、4、5、6、6目編んだらあと残りの目を、増やしますね。1目に2目、1、2、最後の目ですね、2目で3、4、4目にここでしますね。で、最初の目に引き抜きます。で、次3段目ですね。3段目は、目数を30目にします。立ち上がって細編み増やし目で、その後に細編みを6目、1、2、3、4、5、6、そしたら角の目になるので、細編み増やし目を繰り返します。細編み、次増やし目、細編み増やし目、
し目を編んだら、でまた細編みを6目1、2、3、4、5、6たら、次は細編み増やし目、細編み増やし目をします。増やし目、細編み、増やし目で最初の目に閉じます。これで3段できましたね。3巡目になりました。ここから、立ち上がるんですけど、 4段、5段、6段、7段まで増減なしで30目ですね。増減なしで3巡目にしますけど、6段から糸替えをします。糸替えをしてきます。7段まで増減なしで編んできました。で6段7段はね、6段から糸替えしているのでこんな感じですね。で8段目ですね。8段目から減らし目になります。まず細編みを13回しますよね。そして次に減らし目、これをこのセットを2回します。だから2回なので2目減らして28目にします。まず鎖編みじゃないですね、細編みを13回根元からですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13回細編みをして、次と次で減らし目をします。ここで減らし目をしますね。でもう1回細編みを13回して減らし目をして、8段目を終わります。8段目を編めたので9段10段は増減なしで28目編みます。で1目に1目ずつですね、10段まで編んできます。10段まで編んできました。そしたら11段ですね。11段目は2目減らして26目にしますね。でまず最初減らし目を1回しますよね。そして細編みを12回します。それをこのセットを2回、だから、2目減りますよね、2回だから。で今からしますね。立ち上がって根元の目と次の目で減らし目を1回します。であとは12回細編みですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、そしたらまた次と次で減らし目を1回して、また12目細編みをして、11段を終わります。そして12段目ですね。12段目は、そのまま26目、増減なしで26目なので12段まで編んできます。12段まで編んできました。12段はね、増減なしで26目ですよね。で13段目はですね、
一気に、13目にしますね。そしたら、2目を、1目にするので、この減らし目を13回ですね、すべて減らし目をします。立ち上がって根元の目と次の目で減らし目で、また次の目も減らし目、次の目もずっと減らし目ですね。13段目を13目に減らしてきました。で、14段目ですね。14段目は増減なしで13目なので、そのまま14段目も1目に1目ずつ細編みをして今編んできました。これで栗の実の部分ですね、これで終わりです。で、絞るので少しね、20センチほど糸を残してカットしておきます。そしたらですね、次することは、綿を詰めて絞るんですけど、絞る前に綿を詰めた後に、この部分ですね、この部分を作って絞る前に入れ込んで、この頭のね部分を絞って縫い付けていこうと思います。この部分ですね、頭の部分を今から作るんですけども、手にですね6回ほど3本のこの3本の指に1、2、3、4、5、6回ほどでいいので手に巻きつけてからカットしますよね。カットしたらですね、この部分をバラバラならないように閉じていきます。大体1回転して絞って、この絞ったところにですね針を入れて、向きを変えながら絞った部分でね、ちょっと針を入れながら補強して抜けないようにしときます。ある程度抜けないようにしたらですね、その前に綿を詰めますね。綿をね、こんな感じで詰めてきました。こんな感じですね。そしたら綿を詰めた後に、一番ね頭の先のこれを中に入れ込んで、ちょっと長いのは邪魔だからカットしときます。中にこんな感じで下の部分を入れますよね。で、ここ絞った部分がね入り込むようにこんな感じで入れ込んどきますよね。入れ込んでからまた絞るので、縁をね絞るために一
一目ずつ。入れる前にこの作業は してた方がいいですね。はい、ちょっと入れたのがちょっと邪魔になるけど。一周しますね。一周したら絞るんですけども、今こう出てる糸をね引っ張ってちょっと中の方にこう入れ込みますよね。入れ込んでから今一目一目まつったところを引っ張って先の方をね絞りますね。そしたら抜けないようにまた針を根元のところから向こう側のところにこんな感じで針を出しながら抜けないようにまつっていきます。こんな感じでね、抜けないようにまつりました。また針を出して糸始末をします。よいしょ。カットしてここをね。この長さをね整えて、だいたい1センチぐらい残してカットしたらいいと思います。こんな感じですね。栗の実ができましたね。そしたらあとはですね、手と足をつけるんですけど、ただもう鎖編みをし、同じ糸でね鎖編みをして、このウッドビーズのねこういうビーズを通して先端で結んで落ちないようにまたね糸始末をするときにこう何箇所かね糸をくぐらせて、こんな感じで片方したら、通して、もう片方にをビーズを通して始末するんですけど、これをちょっとやってみたいと思います。鎖編みをですね、とりあえず35目編んできたんですけども、まだねこっちは編んだだけでまだ何もしてないですよね。で、編み始めの糸ですね、ここに針を通してウッドビーズを通しますよね。飛びを通してだいたいこんな感じで通して、この根元のところをですね結んで、落ちないようにこんな感じで結びますよね。そしたらあと糸始末するときに結んだところを補強しながら糸をね、結び目のところを渡しながら糸始末をします。こんな感じで片方を
チッとしておきます。そしたらこう合わせて、長さをだいたいこう合わせて、もう少しこう40目ぐらい編んで、また片方にビーズを通してここに縫い付けます。この下の方に縫い付けますね。今から足を作っていきますね。一番下の方の鎖編みのね、目のところですね、そこに針を入れてまた針を出しますよね。だいたい幅が 1.5 センチくらいに刺していますね。だいたい鎖編みは40目ほど編みました。まあお好みでね、足の長さはお好みで長さを決められていいですけど、結んだところからビーズと根元のすべての長さですね、片方が4センチぐらいありますかね、片方だけで。手もと同じようにビーズを通して結んで、落ちないようにね、結んでから糸始末をします。こんな感じで何回かね、結んだところを針で補強しながら、ほどけないようにねして糸始末をします。こんな感じでね、結んでから右左同じようにバランスを見ながらね、足はね、片方引っ張ったら短くなる、片方はまた短くなるので、同じ長さにね整えて、されるといいと思います。で、手の位置ですね、手の位置は、色変える手前の段ですかね、手前の段のところに手をつけます。こんな感じで手をちょっとつけてきました。同じようにね、手も作業は同じなのでもうつけてきました。で、口をねつけて、目はですね、刺し目の、6ミリを使いました。同じように作ってもね、表情が違いますよね。こんな感じでね、秋の味覚のね栗を作ったんですけど、幅がだいたい 4.5 センチで、高さが 5.5 センチぐらいですかね。後ろにですね、キーホルダーとかつけられて、ストラップでもいいですよね。キーホルダーとかストラップをつけて、持ち歩いたらね、かわいい栗の飾りになるんですよね。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。